ですね、今これアークランプのですね、アームの部分のサブバルブのとこの横のこの膨らみのとこですけれども、ここからですね、燃料が、にじみ出てきてますね。これですね、今ちょっと今この布で拭くとですね、今、ちょっとわかるかわかんないんですけども、今こう拭くとですね、拭いた瞬間にこっちわーっと、ですね、燃料が染みてきます。それでですね、これよくこれを、この部分見るとですね、明らかにですね、ここの、ハンダ付けをした後ですね、この辺りですよね。そしてなおかつそのハンダをするのに、この下地の部分をですね、ここは、サンディングした後ですよね。そしてここのですね、全体ですね、この辺りぐるーっと後ろもですね、ハンダ付けをした跡がありますけれども、その後ですね、ここサーフェスをスムーズにするために、ちょっとこう削った跡もありますけれども、その際にですね、微妙なこの何でしょう、ここの隙間からですね、燃料が漏れてしまっている状態ですね。で、ここのアークランプ自体ですね、要所要所を見るとですね、いろんなところにですね、これは何でしょう、やっぱり過去に、ですね、取り外したりとかですね、締め付けたりしてですね、そういったような、形跡が、いろいろあります。これはですね、初期の、ランプですので、当然ながらですね、ですね、いろんなところにですね、使っていて障害が出たっていうのは多々あったとかと思います。そのためにですね、どうでしょうね、ちょっと今ピントが良くなくなってしまいましたけれども、ですね、今ピントが後ろの被写体にちょっと当たってしまったみたいですね。そうですね、ちょっとすいませんけども、ちょっと今ピントがぼれましたけれども、ですね、例えば、この辺りのこの六角の部分ですね、ネジの部分、ここ以外にもですね、他の要所要所、スパナで開けたですね、傷跡がついてますので、やはりですね、過去これはずっと使われている間にですね、どうでしょう、使っている方、もしくはですね、ひょっとしたらですね、この辺りをですね、WC コールマンがですね、直に修理したようなことも、ひょっとしたらあるのかもしれないですね。これぐらいのモデルであれば。ですね、一応ですね、今ここをですね、ですね、修復作業をしなければならないんですけれども、ですね、ちょっと表面がですね、特有、独特のこの円形をしてますので、ひとまずですね、うまくつくかは今のところ分かりませんけれども、いずれにしてもここは、修復させてあげないとですね、やはり危ないということと、空気がやはりこれ漏れちゃってしまいます、漏れてますので、良くないですね。ですので、ここのところですよね、今ずっと下から垂れてですね、こういう感じでピシターッと後ろの方まで垂れる感じですね。ちょっとまたこの後いろいろ見てみたいと思います。